よし、これから最終決戦に臨む。みんな、準備はいいか。ああ。おう、これが本当に最後の戦いになると思う。みんな、ここまでついてきてくれて礼を言う。だが、ここで負けちまったら元も子もね。俺たちが負けたら、あいつらは若い連中を兵隊として使い続けるだろう。だが、そんなことは絶対にさせねえ。俺たちは勝つ。そして、 奴らをこのカムロ町から追い出す。このカムロ町を若い連中がかけがえのねえダチを見つけられる町にするためにな。キリュウさん、俺あなたに出会えて本当によかったです。俺もっす。行きましょう、最後の戦いへ。よし、キリュウ会出撃で。おう。 すごい数だな。どうした、おじけづいたか。まさか、むしろワクワクしてますよ。久々にこいつと一緒に戦えるわけですしね。足を引っ張るなよ、ジョー。そっちこそ。<笑>キリュウ会諸君、よく来たな。今日があんたら全員の命日だ。このカムロ町は 私と皐月さんが支配する夢、絆、憧れ、そんな弱いもので集まる若造連中を使って日本最大のギャング集団を作り上げる。その理想の第一歩への備え物として、キリュウ界全員の屍を献上しよう。さあ、ラストダンスといこう。いけ、 叩き潰す。
勝利だ。 よくやった、お前ら。 この日をどれだけ待っていたことか。お前への積年の恨み晴らさせてもらうぜ。<笑>果たしてできるかな。<笑>まだ増援がいたのか。岡田、意気がってるようだがな、所詮お前らはガキだ。大人の世界ってのがどんだけ深くて危ねえもんなのか、俺がしつけてやる。 あの時と同じようにな、貴様らが貫く正義、ジャスティスってやつがどれだけ無力なもんか、よーく味わうといい。お前だけは絶対に許され。助け出しするぜ親友。<笑>お前ら二人を見ていると、なぜか昔の自分を思い出す。え、本当ですか。 今はお前らと一緒に戦えてよかったと心から思ってる。ダチの大切さ、自分の中の正義、青くせえもんばかりだが、どれも大事な宝だ。俺が年を食って忘れかけちまってたもんを思い出させてくれたのはお前らだ。感謝する。桐生さん、この戦いが終わっても そういうもんを忘れるんじゃねえぜ。忘れた途端、男ってもんは老けちまうもんだからな。はい、俺桐生さんのことも今日のことも一生忘れません。なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。
なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。
なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。
なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。Yeah!
なら、勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ！こいつらを叩き潰す！なら、勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ！こいつらを叩き潰す！
なら、 勝っていい思い出にしねえとな。 行くぞ！ こいつらを叩き潰す！ なら、 勝っていい思い出にしねえとな。 行くぞ！ こいつらを叩き潰す！ なら、 勝っていい思い出にしねえとな。 行くぞ！ こいつらを叩き潰す！ Ah!
なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。どうなったか知らねえぞ。なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。
なら、勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ行くか。すみません、明日のバイトなんですけど。
あんたが石垣か。はい、私石垣明と申します。あなたは？桐生だ。ああ、あなたが桐生さんですか。太一君から話は聞いております。それでは早速治療費の件なんですけど。いや、その前に一つ聞いていいか。はい。あんた当然太一には会ったことがあるんだよな。ええ、もちろんです。それじゃあ、あいつの顔に大やけどの跡があるのは知ってるよな。そのやけどの理由を聞いたことはあるか。いえ、理由まではちょっとあまり触れない方がいいのかなと思いまして。桐生さん、どうかしましたか。いや、こうも簡単に化けの皮が剥がれるとは思わなくてな。太一は顔に火傷の跡なんてねえよ。何？まんまと騙されるとはな。間抜けな詐欺師だ。くそったれ、バレちまったらしょ。おい、出てこい。なんだよ、バレちまったのか。めんどくせえな。お前は電話の声の大地でーす。おい、こうなりゃ最終手段だ。力づくでも金を奪えたぞ。おっさん、おとなしくやられろや。二度とオレオレ詐欺なんてくだらねえ真似はしないと誓え。わかりました。誓います、誓います。に、逃げろ。もしもし。あ、おじさん、俺だけど。俺だと？あ、太一だよ。てめえ、舌の根も乾かねえうちにまだ懲りねえのか。おじさん、急にどうしたの。なんだか怖いよ。ひょっとしてお前太一か。だから太一だって言ってるじゃん。特に用事があったわけじゃないんだけど、ごめん、忙しかった。そうか。いや、構わないさ。よかった、ちょっとおじさんの声聞きたかっただけだから。じゃあまた。ああ、みんなにもよろしくな。オレオレ詐欺か。電話ではしっかりと相手を確認しねえとな。